ベアリングを無事に新しいのと交換して DB01 治りました。ね、こう治りました。少しですね、この DB01 今サーキットで3回走らせただけなんですけれども、少し気になるところがあるのでそこも直していきたいと思います。まずリアのデフギアが少しスルスルすぎたので、軽すぎたので少しだけね、リアのデフギアを硬くしました。あ、デフギアじゃなくて自分はすいません、ボールデフです。リアのボールデフを少しだけ重くしました。ここのねネジを締め込んで少し重くしました。でフロントはもともと重めにしてあります。フロントよりも少し軽いくらいにしてあります。あまりデフギアじゃなくてボールデフが緩いと、もしかしたらですけど駆動が逃げてるんじゃないかって少し心配になったので、そういうことをしてみました。とあとはですね、しばらく走らせてるうちになんですかね、少しですねトーンアウトだったはずがなんだかトーイン気味、もしくは0度ぐらいですね、トーンアウトになっていない、タイヤが外側をこう外側のハの字になっていないので、そこをですね直したいと思います。でリアのキャンパー角ですね、こちらはですね山口くんや日本2位のね山口くんや、あとはそのタミヤサーキットの達人の方小野田さんのセッティング、これ3度にしてあります。3度、マイナス3度っていうのかな、結構ね普通の人よりもついてます。でもこれがすごくね走りやすくて自分にも合ってる気がするので、この角度のままでいきたいと思います。山口くんがね優勝した時のセッティングシートを見ても山口くんもねマイナス3度になってました。ここね結構いいんじゃないでしょうか、このね曲がりやすくなる感じです。それとこれは DB01 の普通の DB01 なんですけど、今一番新しい DB01 はトリプル R DB01 RRR というのがあって、それはですねオプションがたくさんついて、元からオプションがたくさんついているマシンなんですけれども、そのですねマシンの説明書をちょっと見てみたんですよ。この自分の普通の DB01 と何か違うところがあるのかなと思って、そしたらですねこちらこの部分、ここのブロックの上にこの1ミリのこれもともとキットについてるんですけど、このですねなんていうんですかねスペーサーっていうのかな、そういうのをかませてキャスター角を少し元のより出しているんですね。フロントのキャスター角が自分のよりもだからこれが入ってる分大きいんですね。なのでこれもですね自分もここにこれをかませてキャスター角を1ミリここにかませてキャスター角を大きくしてみたいと思います。ではですね今からですねマシンのセッティングしてみたいと思います。この部品ですね A の11ありました。ここのねここの部品の下にこの部品をですねかませてキャスター角を少し
大きくしてみましょう。ここにですね、1ミリのスペーサーかませました。今からですね、ネジで留めたいと思います。うん、付け終わりました。これでね、このキャスター角がですね、キャスター角がまあ大げさに言うとこうついたってことですね。こうあったのがこうついたということですね。この角度ですね。はい、これでですね、この青いブロック2つの下に1ミリのスペーサーを入れまして、キャスター角がですね、元あったよりもつきました。これがですね、走りにどう影響するのか楽しみです。それではビッグボアつけていきたいと思います。うん、いいと思います。やっぱりね、大きさが結構違いますよね。太さが違いますよね。ビッグボアだけあってやっぱりオイルの容量がね、40% アップだったかな。うん。見た目もね、普通のエアレーションに比べて高級感が出ましたね。うん。いや、これは、どういう走りをするのか楽しみですね。4つとも、ビッグボアエアレーションダンパー搭載完了しました。高級感が出ております。そしてですね、車高ですね、今23に整えてあります。やっぱなんかエアレーションダンパーに比べてしなやかさが相当、本当に素人の私でも分かるくらいしなやかになってますね。スッと沈みますね。で、これですね、青いオーリングにしてありますので、置いた時に沈む、置いた時にこうすごくいいですね。沈みますね。治りました。置いた時に沈む、置いた時にこうすごくいいですね。沈みますね。これは走らせるのが楽しみですね。これ結構フィーリングが違ってくるんじゃないでしょうか。なんか素人の自分でも分かるくらい何か変わりそうな気がします。相当しなやかですね。いやー、うまくできました。うん、青いボディによく似合ってますね、ビッグボア AR。 そしてですね、ボディがですね、ここですね、少し干渉してしまったのでですね、そこはちょっとで切れ込みを入れてですね、干渉しないようにしてあります。それとここの中のここにですね、シリンダーの中に2ミリのスペーサーを入れています。そうするとですね、ここのカップにかかってるところがですね、スペーサーを入れないとですね、ギリギリかちょっと出ちゃうぐらいになって、このユニバーサルシャフトが外れやすくなってしまうので、
2mm のスペーサーを入れてカップにしっかりとかかるようになっています。では現在の DB01 の改造してあるところを話したいと思います。まずここですね、壊れやすいところのこのサスのブロック、これとフロントのここですねをアルミパーツに変えてあります。あとリアも同じくですね、こことここをアルミパーツに変えて強度を測っています。それとこのターンバックルは強化ターンバックルに変えてあります。でこれですね、ビッグボア AR ですね、ダンパーフロントとリアですね。であとは中身ですね、中身ですね、ここですね、ハイトルクサーボセーバーのこの部分をですね、この部分アルミに変えてあります。あとはここのサーボを支えるところアルミに変えてあります。であとここのステアリングワイパーのここですね、ここの奥のところが、ここだけねベアリングじゃなくてメタルなので、そこをベアリングに変えてあります。でウェイトですね、ウェイト 60g バッテリーホルダーの上に乗せてあります。 ESC はタミヤの03ですね、タミヤの 03S で、モーターはブラシレスの 10.5、 この組み合わせはタミヤ 4WD クラス のレギュレーションです。そしてここですね、ここにスリッパークラッチが入ってます。スリッパークラッチで締め付けネジはこれぐらい、かなりきつくしてあります。これはね達人が設定してくれました。説明書よりもきつくしてたんですけど、それよりもさらにですね、きつい方がいいらしいです。それくらいですかね。あと強化ベルト、ここに1本とここに1本入ってます。ベルトは強化ベルトに変えてあります。であとギア比がピニオンギアが、48ピッチのピニオンギアの21に履かず21に変えてあります。それもタミヤの 4WD クラスの試合のレギュレーションです。でサーボですね、サーボは双葉の、自分双葉のプロポを使ってるので、双葉のかなり速いやつに書いてあります。デジタルの速くてトルクがあるバギーに適してると思ってるやつにしています。ですね、読めるかな、S9470SV というデジタルサーボです。これです。そんなところですかね、改造のポイントは。あとはここですね、カーボンステーにしてありますね、前後ともダンパーステーをねカーボンにしてあります、カーボンステー。あとあーそっか、あとはここユニバーシャルシャフトに変えてあります。前後ともユニバーシャルシャフトです、ユニバーシャルシャフトで、デフは前後ともデフはボールデフ、前後とも今ボールデフに変えてありますですね。改造してあるのはあと、そうか、あとは前の動画でも紹介しましたけど、ハンダですね、ハンダ付けしてあります。 ESC からもう直接モーターのこのピンのところにハンダ付けしてあります。これレギュレーションでこのピンが外れるから OK なのでね、そうしてあります。あと ESC のここももう直接このプラグにハンダ付けしてあります。
その方が電気抵抗がなくてね、早くなります。こうやって見ると結構頑張りましたね、変えましたね、ノーマルよりも。でこれからはこのマシンをどうしていきたいかと言いますと、まあこれで走っていきますけど、いいのかなって思うことは、このフロントの今ボールデフなんですけど、このフロントのボールデフをあのデフギアに変えた方がもしかしたら速くなるのかなっていうのが一つと、あとは何だったかな、何かしようと思ってたんだけどな、思い出せないな。フロントのデフギアかと、あ、そうか、あとこのユニバーサルシャフトをダブルカルダン、めちゃくちゃ高いユニバーサルシャフトなんですけど、ダブルカルダンに変えた方がいいのかなって、まあ本当に些細なことなんでしょうけどね。でもそれはすごいお金がかかっちゃうので、もう本当においおいですね。一番最後にやるかやらないかとかいう、そういう感じなのかな。効果があるのかないかのかもね。まあでもそういう 0.1 の積み重ねがマシンが速くなるというね、そういう教えもありますので、まあ、とりあえずはね、今こういう感じでね、あのいいと思います。ですね。これが今の自分の DB01 の改造ポイントです。